イルカパーク。未来の性格どうぞ。はい、未来の性格を一言で表すとするなら、周りの様子をよく見ている、気を使える優しい性格です。ちょっと長いですけど、はい、魅力はズバリ、はい、未来の魅力はズバリ、一目見ると沼に入ってしまうでしょうね。はい、未来との楽しかったエピソードは何ですか？はい、未来と楽しかったエピソードは、水中で遊んでる時に、一緒におもちゃで遊んでたんですけど、あそこのフィールド全部使って遊んだのがすごく楽しかったです。未来ちゃんの性格を教えてください。未来ちゃんは好奇心旺盛です、はい、彼女の魅力は、魅力はですね、やっぱり色白で美人さんなところです。目もね、クリクリで、もう愛嬌もあるし、アイドルみたいな存在なところです。はい、未来ちゃんとして驚いたこと、未来ちゃん驚いたことは、水中でロープを、ね、鉄柱のロープを結んだりするときに、水中作業で潜るんですけど、後ろに気配を感じてパッて振り返ると、未来ちゃんがずっと私のことじーって見て、すごいね、エコロケーション使って調べてたのがすごいね、驚いたことです。未来の性格を一言で言うと、未来の性格を一言で言うと、天才肌です。未来の魅力はズバリ、未来の魅力はズバリ、目がクリクリのところです。はい、未来は本当に目が大きい、イルカパークで言うとタマちゃんみたいなまん丸の目してます。うん、それが本当に魅力的。はい、では未来との面白かったエピソードは何ですか？未来との面白かったエピソードはいっぱいね、未来とはね、あるんだけど、笑ったのはトレーニングしてて、普段ね、魚あげるとこのままゴクって飲み込んじゃうけど、その時ね、なんか飲みましたよっていう顔で、ここ喉から尻尾が生えてたの。魚の尻尾が見えてるんだけど、未来はもう飲みました、さあ次行きましょうみたいな顔で訴えてきてるのが笑っちゃったエピソードで。未来の性格、未来の性格は周りをよく見ているです。なんかこう人で例えると、兄弟の真ん中のお姉ちゃんっていう感じがします。魅力をズバリ、未来の魅力は糞先がシュッて細いところが魅力的です。すごく他の子よりも長くてシュッとなっているのが、すごく未来の特徴の一つですね。驚いたエピソードお願いします。はい、未来子の驚いたエピソードは、海の中にいるイシダイをガブって捕まえて遊んでるところを、わざわざトレーナーに見せてくるっていうのが2日連続続いたのが驚いたエピソードです。
未来ちゃんの性格はどんな性格ですか？優等生。優等生というと？何でもできます、うん、あとは多分とても勘がいい子なので、何かやりたいなと思ってることとかがすごく伝わりやすい子がいる、うん、未来ちゃんの魅力はズバリ？クリクリお目目ですかね。クリクリのお目目、あの目で見られたらいいよって言いたくなっちゃう。あずきちゃんも一緒、あずきちゃんのつぶらな瞳を見ると何でもいいよって言いたくなる。分かったね。分かった。未来と一緒に過ごしていて嬉しかったことは何ですか？嬉しかったことはやっぱり、うちはフリースイムをやっているんですけど、未来ちゃんがやっぱ一番最初にね、人に興味を持って近づいてきてくれて、じっと見つめてくれたり、一緒に泳いでくれたり、あとは触らせてくれたり、こう最近は特におもちゃを持ってきても、早くおもちゃ持てよって、反対側持てよっていうような、お目目でうじうじうずうずうずうしてるのが見えるのがすごい嬉しいというか、一緒に遊んでくれますね。未来の性格はどんな性格ですか？多分好奇心旺盛とかっていう人が多いと思うんで、ちょっともうちょっと分解して解像度高く答えたいなと思っているひねくれ者なんですけれども、未来はね、さっきのってどういう編集で順番されるか分かんない。あずきちゃんはね、新しい刺激に対する反応が、びっくりする反応と逃避する反応っていう、この2つが特に強く大きく頻度高く出るという感じなんですけど、未来は対照的に、逃避をあんまりしないですね、うん、で接近っていうのが結構多いです、はい、4との中で新しい刺激に対して一番接近するっていう頻度が高い気がしますね、うん、だからそれをトレーナーがね、客観的に観察すると、好奇心旺盛っていう風にね、捉えられることが多いんじゃないかなと思いますね、まあ、野生ではよく死ぬタイプですよね、多分。まあ、なんか面白そうやなって、わーって言ったら、あれ、あいつおらへんぞみたいな、群れにはぐれちゃうようなタイプかもしれないですね。うん、まあ、ただ、安全なね、うちの環境では、トレーナーがいろいろ打ち出すエンリッチメントに対して一番よく反応してくれるので、トレーナーがね、モチベーション高くエンリッチメントを続けられるのは未来のおかげです。いつもありがとうございます。はい、という感じです。はい、未来の魅力はズバリ？ズバリ、健康である。めっちゃ健康やね、未来。で、この前久しぶりにちょっと、この前っつってもちょっと前やけど、血液検査の値がね、ちょっと悪くなったんですけど、すぐ良くなったからね、それが初めてじゃないかな。一回白血球下がったか、まあ、ただ本当に健康状態がすごいいいんで、ありがたいなと思いますね。他のイルカが病気しがちなのは自分たちのせいなんですけど、そんな中でも健康でいてくれるのは未来の魅力ですね。はい、健康好奇心お姉さんです。はい、様々です。次、はい、未来といて楽しかったエピソードはありますか？楽しかったエピソード、未来と一緒にいて、未来がイルカパークに来てくれて、どういうところが楽しかったですかと。やっぱりね、いろんなことを達成させてくれた。で、未来は2年前かな、うちに来て今3年目かなんですけど、だから自分と同期入社なんですよね、世代的にはね。で、未来がうちに来た時は本当に人からお魚を食べるっていうぐらいしかできなかったんですけど、でそこから自分がなんか担当になって、一つずつ一つずつこうトレーニングをかけていくっていう、その体験をさせていただいたっていうのが、やっぱり
番大きな思い出ですかね、うん、いい経験させていただきました、未来には。ありがとうございます。あ、未来様々です。